平本明夫です。やりたいことがわからないな。自分がどうしたいかわからない、将来どうしたいかわからない、そういう方は何が大事か、実は感情センサーが鈍っています。自分の好きとか嫌いっていうことがに鈍感になってしまっています。ひょっとしたら学校や大人に言われて、あ、白こうしろ、うん、わかった、言いなりになってたかもしれない。でもいつの間にか自分で何が好きか何が嫌いかわからなくなっちゃってる。例えば何食べる、いや何でもいいよ、どっちがいい、どっちでも、何が好き、別に、映画どれ見る、どれでも、こんな風になっちゃったら自分が何が好きか何が嫌いか、要はワクワクとか悔しさや辛しさ、この好き嫌いの感情が実は自分の未来どうしたいのか決めていきます。例えばコンビニにも入って、今日何食べようかな、サンドイッチ、菓子パン、弁当、何でもいいや、安いからカップ麺にしようかな、食べてみても特に美味しいってわけでもなく、たまたま手に取ったから。こんな風にやってると自分の感情センサーが鈍るばかりじゃなく体まで壊してしまうんですね。コンビニでもいいし、弁当売り場でもいいです、レストランでも構いません。ちゃんと行ってみたら感じ取ってほしいんです。手に取ってみて、本当にこの唐揚げ弁当食べたいだろうか、このサラダがいいだろうか、このカレーの色見た感じ本当に自分の気持ちがそそるだろうか、ドリンク一つにとっても何にも考えずいつものパッとる代わりにパッと手に取ったら、本当にこのオレンジ飲みたいか、それともこっちの豆乳の方がすごく体が欲してる感じがするか、最初のうちはよくわからないかもしれません。でもほんの3秒5秒10秒で構いません。手に取ってみて自分の体がどっちが欲しがってるか、飲み会一つでもどうする、どっちでもじゃなく、一人一人どんな人が来るか想像して、自分が行った場面ありありと思い描きながら楽しく過ごせるか、ゆったりくつろいでいい時間過ごせるか、なんかこうしらけて疲れちゃうか、盛り上がりすぎて体だけだらくなっちゃって虚しく感じるか、ちょっと行ってみた場面を想像してみます。そしてほんの少し勇気を持って自分の気持ちに正直に、うん、ぜひ行ってみたいとか、うん、ちょっと今日は一人でいたい気分だから帰るわ、ごめん、こんな風に自分の感情センサー、日々の生活のチョイスの中で磨いていってみてください。